さてここからは今日の川崎競馬を振り返ります。まずは第一レースからご覧ください。11番ピンクちゃん、最後に入って枠入り完了、スタートしました。わずかに好スタート、8番のニクス、内から並んで3番小田巻、2頭の後ろ広がって5番琴の山椒、外からは11番ピンクちゃんが行きました。5番手6番手1番トラスト金太郎、6番高生エミオと開いて2番 BB グリッター、これを追っている7番アンナプルーナ、内を通って4番メイワノア、後方の一角9番ポンタナーレアスク、内は10番のシェナマリア。3コーナーから4コーナー、残り400を前は過ぎました。先頭は3番の小田巻、1馬身半2馬身のリード、5番琴の山椒2番手、3番手に8番ニュクス、直線に向きました。4番手には1番のトラスト金太郎、前はばらけ加減、先頭3番小田巻、リードを広げて3馬身4馬身、2番手5番琴の山椒、3番手も開いて8番のニュクス、その後ろ差を詰めてくるのが2番 BB グリッター、7番アンナプルナ、先頭3番小田巻ゴリ。第1レース勝ったのは3番の小田巻、勝ちタイム55秒6、鞍上は町田直樹騎手です。新藤明ゲートに入って枠入り完了、スタートしました。出ていこうというのは5番ドラゴンスローン、内からは1番ウィンダ、さらには間3番エアシャロー、エアシャローとドラゴンスローン前に出て9番ホワイトブレスを追っていきます。3番手の外、内は1番のウィンダ、その後ろ8番のアレアンサンブル、さらには12番新藤明と後位の後ろ、11番ハーモニーアベルが続いて前は線を切りました。2コーナーカーブから向こう上面へ、先頭に立ったのは3番エアシャローです。1馬身差5番のドラゴンスローン2番手、3番手1番ウィンダ、外は9番ホワイトブレス並んでいます。4頭固まって800通過、2馬身後ろ12番新藤明、8番のアレアンサンブル、外には11番のハーモニーアベル、2馬身3馬身と湧いて4番ロイヤルヨット、外は6番バジガクカルミア、あとは7番ハッピークラッカー、並んで10番バロンキング後方です。前から後ろまで8馬身9馬身、3コーナーカーブに入ります。先頭逃げる3番エアシャロー、リードが1馬身半少し広がって4脚を切りました。2番手5番ドラゴンスローン、内並んで1番ウィンダ、ウィンダが2番手に上がっていくか、あとは8枠2頭続いて新藤明、外にハーモニーアベル、直線に向きました。先頭は3番のエアシャロー、2馬身のリード、2番手混戦、ウィンダ広がってドラゴンスローン、さらには大外から6番のバジガクカルミア追ってくる、バジガクカルミア外から伸びて2番手に上がりました。前に迫ってくる3番手が混戦になって4番ロイヤルヨットが伸びてきた、逃げるエアシャロー、外からバジガクカルミア、エアシャロー振り切ってゴリ。第2レース勝ったのは3番のエアシャロー、勝ちタイム1分33秒8、人気に応えデビュー10戦目の初勝利です。鞍上は笹川翼騎手です。枠入り完了、スタートしました。12頭横に広がりました。内の方から1番 MI リーズン、3番のマインデルショック、広がって4番フェミニンルック、さらには9番プリーツスカート、その後ろ広がった体勢、内から7番ハロートゥーユー、8番サンテルノ、1コーナーから2コーナーです。外目上がっていくのは山崎誠司騎手、ロンギングママ、前は2コーナーカーブを過ぎて向こう上面です。先頭1番の MI リーズン、リード1馬身、2番手3番マイネルショック、その後ろ4番のフェミニンルック、9番プリーツスカート、迫っていくのが11番ロンギングママ、ここまで固まりました。後ろを大きく離しています。離れて中段、内から7番ハロートゥーユー、外8番のサンテルノ、その後ろも開いて5番のエイペクス、2番のブルーガーデニア、さらに離れて後方10番のセコイア、6番プリートソリード、12番ネオエンジェル、展開縦流れで3コーナーカーブに向かいます。今度は先頭3番マイングルショック、残り4脚を切りました。外から上がってくるのが11番ロンギングママ、
さらには9番のプリーツスカート、内4番手に交代1番 MI リーズン直線に向きました。前は広がった。今度は9番のプリーツスカート前に出る。外から追って並んでいる3番マイネルショック、11番ロンギングママー、ロンギングママーが2番手に上がってくる。あとは後方追い込み勢2番ブルーガーデニア、さらには内をつく7番のハロートゥーユー、これが3番手争い。先頭9番プリーツスカートゴリ。第3レース勝ったのは9番のプリーツスカート。勝ちタイム1分33秒2。鞍上は野畑良騎手です。枠入り完了、スタートしました。内の方2番ムースチャレンジ、真ん中押している6番ブルコ、さらには8番のサンディロン上がっていきます。3頭広がりましたが、6番のブルコ、2番ムースチャレンジ、ブルコが先頭に立っていきそうです。4番手4番のアミン、それから1番ピカレスクスマイル、3番西野マッハ、中段ポツンと12番ウィンドカクテル追走、その後ろも離れて11番ゴールドスペンサー、さらには9番のアールデアル続いていきます。展開縦長になりました。先頭6番のブルコ向こう上面に出ていきます。2馬身半から3馬身のリード、2番ムースチャレンジ2番手、差を詰めて4番のアミン、内から8番サンディロン、この3頭前との差を詰めていきます。5番手1番ピカレスクスマイル、その後ろ2馬身差で3番西野マッハ、追い上げて12番のウィンドカクテル続きます。4馬身5馬身と相手、11番ゴールドスペンサー、その後ろも3、4馬身が来ました。5番ベニノボルト、9番アールレアル、内から追い上げて7番ラウズアップ、10番デルマオベロン、わずかに最後方です。依然展開は縦長、先頭逃げる6番ブルコ、3、4コーナー中間リード、体半分差を詰めてきた8番のサンディロン、前に並んでくる。3番手広がった体勢、内に入れました12番のウィンドカクテル、前に追ってくる。並んでいる1番ピカレスクスマイル、直線に向きました。8番のサンディロン先頭に変わって200を切りました。リードを広げにかかります。6番ブルコ2番手ですが、並んで迫ってくるウィンドカクテル、ピカレスクスマイル、この2頭が2番手に迫って、2番手争い3頭広がりました。先頭8番のサンディロンゴリ。第4レース勝ったのは8番のサンディロン。勝ちタイム1分39秒3。これで連勝です。鞍上は森泰斗騎手です。枠入り完了、スタートしました。押しています5番のビギニングドリーム、内からは1番の千雲球児、2頭が抜け出していきまして、3番手の一戦6番ノーブルテラ、2番夏颯、外は7番のサマーロイヤル行きました。後方開いて4番サンフルレッド、3番シンボリビーの最後方です。7頭ですが少し縦長い展開、残り 1000m を切りました。先頭1番の千雲球児、1馬身ぐらいのリード、向こう上面に出ていきます。5番ビギニングドリーム、さらには6番ノーブルテラ、前3頭が広がって4番手2馬身半後ろ2番の夏颯、並んで7番サマーロイヤル、後方からは追い上げていく3番シンボリビーの、しんがりに交代4番サンフルレッドです。馬群の間隔が詰まってきました。前から後ろまで6馬身ぐらい、3コーナーカーブに向かいます。逃げる1番千雲球児、リード4分の3馬身、5番のビギニングドリーム2番手、その外6番ノーブルテラ3番手、3コーナーから4コーナー、前3頭の後ろ1馬身半差で2番夏颯は4番手、外に7番のサマーロイヤル、4コーナーカーブから直線、前は今度は6番ノーブルテラ先頭に変わるか、内踏ん張って1番の千雲球児、3番手が混戦になった。外から7番のサマーロイヤル、さらには3番シンボリビーの、追い込んでくる夏颯は伸びがない。先頭抜けた6番ノーブルテラ、2番手混戦千雲球児、外からサマーロイヤル、先頭はノーブルテラゴリ。第5レース勝ったのは6番のノーブルテラ。勝ちタイム1分33秒9。鞍上の野畑良騎手は今日2勝目です。最後は11番シルバーサドル、ゲートに入りました。スタートしました。4番竜のワシントンが後ろからになりました。内の方から3番デーレーノバー抜け出していきます。
後ろを離していきました。2番手7番ブリゲロード、これに迫って11番シルバーサドル、内は1番のステラーターイズ、2番手集団3頭、後ろから迫って9番白信エース、10番パニックボタンが行きました。前段の後ろ8番のアルマス、中段開いてあとは2番のバッドアゼリア、5番のドゥフレーシュ、6番カッター後ろから2頭目、しんがり4番のリューノワシントンです。スタンド前直線に出てまいりました。先頭3番デーレーノバ、1馬身半2馬身のリード、7番ブリエロード2番手、3番手には11番のシルバーサドル、2番手の外、あとは1番ステラーターイズ、広がって9番白信エース、10番パニックボタン、中段8番のアルマス、それから2番マットアゼリア、5番ドゥフレーシュ、後方6番のカッター、4番リューノワシントン、最後方で変わりません。流れが落ち着いて残り 1000m を通過、先頭3番デーレーノバ変わりません、リード1馬身ぐらい、7番ブリエロード差を詰めて2番手、11番シルバーサドル3番手、向こう上面に出ました。3頭広がった後ろ固まった体勢ですが、9番白信エース、10番パニックボタンに迫っていった、5番のドゥフレーシュ、外から5番ドゥフレーシュ上がっていきます。一瞬10番パニックボタンも前に進出、ピッチが上がります。8番アルマスが続いて、中段後ろ2番マットアゼリア、あとは後方から6番カッター、4番リューノワシントン、1番セラータイズ、最後方と変わっています。3コーナーのカーブ、3番デーレーノは踏ん張っていますが、7番のブリエロード並んでくる、さらには11番のシルバーサドル、5番のドゥフレーシュ、4頭広がった体勢、5番手からは9番の白信エース、さらには10番パニックボタン、8番のアルマス、広がって直線に向きました。外から一気に5番のドゥフレーシュ先頭に変わるか、その内から11番のシルバーサドルが足を伸ばす、この2頭が抜け出してきた。3番手は混戦、大外から追い込んでくるのは8番のアルマス、アルマスが一気に伸びる、続いて追い上げる10番パニックボタン、5番ドゥフレーシュ、外からアルマス、アルマス差し切ってゴール。第6レース勝ったのは8番のアルマス、勝ちタイム2分19秒9、鞍上は七夕裕次郎騎手です。ゲートインが今終わりました。スタートしました。まずは外12番タイニーパワー押しています。さらに外から13番リベリュール、内の方から3番ウィンクルティアラ、2番のゴルトレオパルト、4頭が固まって、1馬身差で外11番ラストファンタジー、内並んで10番ベニウタ、さらに内々を通って4番 BB シャンスが続きます。2馬身後方中段からは5番ジャスタースパーク、8番マルゼンスター、1コーナーに入ります。後方4番手から9番イグドラシル、あとは開いて6番エレウテリア、7番クリスタルスワンが並んで、1番ジュンモイルやや離れて最後方、馬群は縦長2コーナー回っています。先頭は内から出た2番ゴルトレオパルト、1馬身リード、12番タイニーパワー2番手、13番リベリュール3番手、1馬身差で4番手5番手並んで、11番ラストファンタジーと3番ウィンクルティアラ、あとは3馬身切れて中段からは4番 BB シャンス、10番ベニュータ、5番ジャスタースパーク、さらに1馬身で8番マルゼンスター固まって、このグループに9番イグドラシル、さらに外から上がっていく7番のクリスタルスワンで3コーナーカーブ、3馬身差6番エレウテリア、並んで1番ジュンモユル続いています。3コーナーから3、4コーナー中間へ、今度は12番タイニーパワー前を伺っている、わずかに先頭、うち抵抗する2番ゴルトレオパルト、3番手から13番リベリュール、4コーナーカーブ直線コースへと向きました。12番のタイニーパワー抜け出しを図ります。1馬身リード、これを追って13番リベリュール前を追ってくる、3番手内で粘って2番ゴルトレオパルトに追ってくる、11番ラストファンタジー、4番 BB シャンス、あとは外から5番ジャスタースパーク、後方からはクリスタルスワンにジュンモイル追い込んでくる、前は変わって13番リベリュール降臨。第7レース勝ったのは13番のリベリュール、勝ちタイム1分38秒1、川崎コース初勝利です。鞍上は山中裕樹騎手です。枠入り最後収まってスタートしました。まずは外目9番モーモブラック、おっと今大きく遅れて5番のウィンプロスタが飛び出しました。
内から1番ガーレ、この間に先頭に変わっています。2番集団で7番リュウヤ、8番ロマンスピネル、この外で9番モーモーブラック、2馬進行方で11番東ブレイブ、12番晴れのち嵐、内を通って6番北のブルーアレツ、あとは4番クリムゾンオーラ中段後方、さらに後ろから3番セーブロッケン、並んで10番のドキやや開いて2番アドベンチャーベイ、5番ウィンプロスと離れて最後方です。前は4コーナーカーブ、1番のガーレが先頭、1馬身リード、8番ロマンスピネル2番手で直線コースに入ってきました。3番手以下9番モーモーブラックに、この後から11番東ブレイブ、12番晴れのち嵐、外から足を伸ばして、さらに外から6番北のブルーアレツ持っている、今度は先頭変わって8番ロマンスピネル1馬身リード、2番手以下モーモーブラック、晴れのち嵐、さらに追い込んでくる北のブルーアレツ、さらには4番クリムゾンオーラ広がって降臨。第8レース勝ったのは12番の晴れのち嵐、勝ちタイム56秒0、鞍上は藤江渉騎手です。これが収まってスタートしました。やや遅れてしまった10番杏仁豆腐候補、ダッシュをつける4番インゲニウム、この外から6番ゲットアップゲート、さらには7番日の出ミッチー、3頭いきますがインゲニウムが先頭です。4番手5番手から5番ガストン、11番マリノヴィーナス、この後で2番ミトグラフィア、後位の後ろ1コーナーカーブです。さらに後ろから3番トレシャートレイル、以下8番シナノジャングル、1番のデュークアックスは後方4番手です。馬群は縦長2コーナーカーブ、先頭4番インゲニウム1馬身リード、6番ゲットアップゲート2番手、3番手7番日の出ミッチー、向こう正面に出ていきました。この後1馬身で5番ガストン、並んで11番マリノヴィーナス、1馬身半差、3番トレジャートレイル、2番のミトグラフィア、この後は3馬身と馬群が切れて8番シナノジャングル、外からかわしていった1番デュークアックス追い上げていきます。さらに後方からは10番杏仁豆腐、おしまいから3頭目、2馬身差9番 TK メイト、12番スリーポイント、わずかに最後方です。3コーナーカーブに入っていきました。先頭4番インゲニウム、残り400を切ってリードは1馬身くらい、追いすがって6番ゲットアップゲート、前との差を詰める、この後2馬身で7番日の出ミッチー3番手、内から5番ガストン4番手、直線コースに入りました。5番ティーカはやや離れて、この一戦に1番デューカックス前を追っています。前の争いは6番ゲットアップゲート、わずかに先頭に変わっていく。4番インギニウム2番手、3番手に上がってくる5番ガストンに、この後7番日の出ミッチー、1番のデューカックス、リードを広げる6番のゲットアップゲート先頭で合流。第9レース勝ったのは6番のゲットアップゲート、勝ちタイム1分31秒6、およそ1年ぶりの勝利となりました。鞍上の笹川翼騎手は本日2勝目、そして管理する田辺陽一調教師は本日2勝目です。今収まってスタートしました。内の方で2番のグスタール、この外から押して4番リツタル、さらに外から8番 K.I. メキラ、並んで9番ライシングサミット、前はリツタル、 K.I. メキラ、ライシングサミット、3頭が行きます。4番手インに構えた2番グスタール、これに並ぶ3番アッチャゴーラ、1馬身差後方4番手で1番オーマイオーマイ、この後で6番トゥーレツリー、さらに後ろから10番ペルマナントは、おしまいから2頭目、5番アーリーレッグ最後方追走です。馬群は 1,2 コーナー中間です。4番リツタルの逃げ、1馬身リード、8番 K.I. メキラ2番手、3番手外9番ライジングサミット、この内側で2番グスタール、向こう正面に出ていきました。1馬身差3番アッチャゴーラ、1番オーマイオーマイ、馬群は固まってきて向こう正面中間、さらに6番のトゥーレツリーも前の馬群へと取り付いていきます。その後は1馬身半差、10番のペルマナント、おしまいから2頭目、2馬身から3馬身で5番アーリーレッグ最後方追走です。3コーナーカーブへと入っていきます。前の争いは今度は8番 K.I. メキラ先頭へと変わっていきます。続いて外から3番アッチャゴーラ、残り 400m を切って2頭やや抜け出して、3番手交代4番リッサル、これを追って1番のオーマイオーマイが外から足を伸ばして、続いて2番のグスタール、4コーナーカーブから直線大外に行った6番のトゥーレツリーです。
今度は単独トップ3番アッチャコーラ、2馬身から3馬身リードを広げる8番ケアイメキラ2番手、さらに開いて3番ティーカ、内目をついて10番のペルマ、なんともう先頭追い込んでケアイメキラにも迫ります。先頭3番アッチャコーラゴーリン。第10レース勝ったのは3番のアッチャゴーラ、勝ちタイム1分42秒9、川崎コース初勝利です。鞍上は JRA の斉藤新騎手です。なお7番に関するガチ馬投票券には返還金がございます。ご注意ください。そして第11レースは今日のメインレース、重賞第22回鎌倉記念 S2、 距離 1500m、 佐田系2歳、ご覧の11頭による一戦でした。枠入りが終わりました。スタートしました。まずは注目先行争い、10番ナイスマテックス、この外から速い11番モンゲースパイ、大外枠から内の各馬の花を叩いて先頭に立ちました。後位に2番のサントノーレ、これが今2番手の外につけて、3番手10番ナイスマテックス2馬身差、3番アシアミッション、今日は4番手から、その外に5番アムクラージュ、1コーナーカーブです。さらには8番メイプルケンジ、9番エドノビートイン、この後で1番のパンセは中段後方、馬群は 1,2 コーナー中間から2コーナー、11番モンゲースパイの逃げ、リードは体半分、2番サントノーレ2番手で1馬身半差、10番ライスマティクスが3番手、馬群は固まってきて向こう正面へ、その後2馬身で3番アシアミッションに並ぶ5番アムクラージュ、2頭の間から1番のパンセ、馬群の中段位置を進んでいきます。あとは2馬身あって、中段よりも後ろから9番エドノビートイン、内からかわしていく7番のホークマン、さらに後ろから8番メイプルケンジ、6番スノーシュー、外から4番カタルシス、後方の一角です。3コーナーカーブに入っていきます。前は2番のサントノーレ先頭に変わっていく、続いて10番ライズマティクスが2番手、11番モンゲースパイ3番手に交代、これに迫って5番のアムクラージュ外を回って進出、4コーナーカーブから直線、さらには3番アシアミッションに1番のパンセも追い上げてきて横に広がってきました。10番のライスマティクス、このうちで踏ん張る2番サントノーレ、外から追って追って5番アムクラージュに、さらには1番のパンセ広がっている、内2番のサントノーレもう一足を見せる、リードは2馬身、2番のサントノーレゴーリン。鎌倉記念ご覧いただきました。北海道競馬所属のサントノーレが重賞初制覇となりました。前走地元の重賞では1番人気に押されるも悔しい3着、遠征も苦にせず川崎の地でタイトルをつかみ取り、父エピカリスにも産駒初の重賞勝利をプレゼントしました。鞍上の服部貴文騎手は南関東での重賞初勝利、管理する田中淳二調教師は2013年以来の南関東重賞初制覇となりました。それでは改めまして鎌倉記念の結果です。勝ったのは2番のサントノーレ、勝ちタイム1分37秒0、鞍上は服部貴文騎手でした。続いて鎌倉記念の全着順です。1着はサントノーレ、2着10番ライゾマティクス、3着1番パンセです。なお1着2着馬には12月13日の全日本2歳優秀の優先出走権が与えられました。レース後サントノーレを管理する田中淳二調教師は、前走後からここが目標でした、直線半ばまではヒヤヒヤしていたがもう一伸びしてくれましたね、前走が 1800m のレースで少し長いかなと思っていたので今後は 1500m から 1600m を考えています、次は全日本2歳優秀を目標にしていきますと話していました。第22回鎌倉記念の結果を振り返りました。それでは最終第12レースを振り返ります。今収まってゲートイン完了、スタートしました。まずは押して7番プレストビーナス、この外から9番ゼロから内2番のミュークレグルス、3番手内で迫っていったのが4番オフェーリア、5番メリッソ、6番ミヤシミニー、この辺りが好位、2馬身差11番アドベントイブ、8番ナリノルル、さらに内を通って3番ボーグセレナイト、後方は10番ガリンシャ、12番ヤマトの光、1番シャイニングパール最後方です。
1、2コーナー中間、先頭7番プレストビーナス、中越流星1馬身リード、9番ゼロから山崎誠司、3番手インで2番ミュークレグルス神尾霞、外並んで5番メリッソ田中亮向こう上名出ていきました。3馬身後方6番宮島に池谷拓人、この後1馬身で4番オフェリア増田光弘押しながら追走です。この辺りが中段となります。この後1馬身で11番アドベントイブ桜井康介、迫ってくる10番ガリンシャ野畑亮、内を通っては3番ボーグセルナイト古岡優輝、後方3番手からは12番ヤマトの光、今野忠成、前は3コーナー1馬身差で1番シャイニングパール町田直樹、この外で8番成野ルル伊藤博人追走です。 3,4 コーナー中間残り 400m を切っていきます。逃げる7番プレストビーナス、並ぶ9番ゼロから、今度はゼロから前に出るか、2頭が並んだまま4コーナーカーブから直線、その後2馬身あって2番のミュークレグルスが3番手、追っている5番メリッソ、さらに外から10番ガリンシャも追いすがって3番手以下広がっている。今度は先頭9番ゼロから山崎誠司1馬身リード、7番プレストビーナス中越流星2番手に、3番手争いで10番ガリンシャ野畑亮上がってくるか、先頭9番ゼロから合輪、最終第12レース、勝ったのは9番のゼロから、勝ちタイム1分33秒9、人気に応えました。鞍上は山崎誠司騎手です。さて、ここまで今日の川崎競馬を振り返りました。